はい、こんばんは。カッリエシリエジンです。今度こそもしかしたらこの動画で最後になるかもしれません。今年最後にね、最後の動画になるのかもしれないんですけど、はい、紅白歌合戦の話なんですけどね、はい、藤井風さんっていう歌手なんですかね、まあ歌手だと思うんですけれど、まあ、この藤井風さんがですね、キラリっていう歌を歌って、なんか批判殺到されてるんですね。なんか歌が下手とかね、口パクとかね、ひどいツイートがあってですね、もうこれはもうどうしようもないなと思いましたね。はい、心ないことを言う方が本当にもういてね、胸くそ悪かったですね。はい、まあ特にファンだったら悲しい思いすると思いますね。はい、まあ本当にね、まあ、藤井風さんにはね、もっと人気になってほしいなっていうのはありますね。はい、まあすでに人気だと思いますけどね。はい、まあ来年だったらね、もっと人気になると思いますよ、この藤井風さんね。はい、まあてなわけで今回の話はですね、紅白歌合戦でですね、藤井風さんが、まあ、キラリを歌って批判殺到されたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。